はいはい。はい、取材の件で。電話しようと思っておりました。あ、そうですか。ちょっと結論から先に言いますと、はい。ちょっと今回の取材につきましては、ちょっとご辞退をさせていただきたいということでございます。思うんですけども、はい、ちょっと出演ができないということで、はい。お願い、ご容赦いただければなということで。なるほど。例えばどういったご理由で、なかなか、難しいっていう感じなんでしょうか。ごめんなさい、ちょっとそこは私は全く分かんなくて。はい。特に今政府の職に就いておりますので、はい、こういうものの出演というのは特に申し訳ないですけどお断りさせていただいておりますので。菅さんを慕うお仲間ガネーシャの会の若手議員たちから軒並み取材 NG を受けました。そればかりか菅さんの元秘書市議や県議会議員からも NG。さらに菅さんを知るマスコミに評論家、ホテルからスイーツのお店まで取材はご辞退されました。新しい元号は令和であります。私が目指す社会像、それは自助、共助、公助、そして絆であります。まずは自分でやってみて。時の総理が可愛さアピールに頬張ったパンケーキ。就任早々、菅さんは新聞記者たちを懇談会に招き、パンケーキを振る舞った。さぞ心地よい口当たりに、ふんわりともスカスカとも言える中身だったのでは。では党のご本人はどうでしょうか。パンケーキを毒味する。